PNC パークはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグにある野球場 MLB ピッツバーグパイレーツのホーム球場でもある。救急場3リバーススタジアムがアメフトとの兼用球場だったためファンからの不満が次第に増えていった。そのため1996年に野球とアメフトそれぞれの専用球場を建設する計画が立ち上がった。 1999年4月には PNC パーク6月にはハインツフィールドの工事が開始。PNC パークは2001年3月31日に開場した。建設費を極限まで抑えて建設された。総額2億1600万ドルのうち1億5000万ドルはペンシルベニア州やピッツバーグ市など地元自治体が公金を捻出し負担。また、 内装や電気工事、塗装など、各項目ごとに入札を実施した。さらにファンからも寄付を募り、実際に寄付してくれたファンの名前を、球場脇の歩道のレンガに記すことで名誉を称えた。球場名は、命名権を20年3000万ドルで買い取った地元、ピッツバーグに本社を置く金融会社 PNC、ファイナンシャルサービスにちなむ、ラグジュアリーボックスからの眺め、 ピッツバーグの構造ビル群や、ロベルト・クレメンテ卿が見える。2001年8月7日、パイレーツ・タイド・ジャース戦、ヒストリー、www.pgh-sea.com、スポーツエキシビジョン・オーソリティ・オブ・ピッツバーグアリゲーニー、カウンティー、2009年10月28日閲覧、PNC ・パーク・アーキテクト・ポピュラス、ありがとうございます。